ご視聴ありがとうございます。今回は尾道三大スナック居抜き系ラーメン店フレンドに行ってまいりました。尾道のラーメン店でどこが一番美味しいと聞かれたら、おそらくここと答えるはずです。営業日は火曜日から金曜までの11時から2時までの営業です。それがフレンド。とある日フレンドに行きました。はい、休みです。営業日が火曜日から金曜の11時から2時までの間なので、なかなかたどり着くことができません。フレンドは尾道三大スナック居抜く系ラーメン店の一つ、フレンド、クラウン、塩化道と僕の友達は言ってました。三脚忘れた。せっかくじゃけここも取ろう。メニューはこれのみです。そして新たにトッピングのバリエーションが追加されてました。私は卵トッピングナミラーメンを出しました。550円です。どういうこと食べる、取ってなかった、自分はね、取れんのよ。三脚忘れてしまったけど、顔は打つ三脚。レンゲ使う人見てからびっくりしたんだけど、尾道の人みんな使わんじゃん、レンゲ。でも今は使うんじゃない。使うんかね、知らん。昔はあれだけど、でこのレンゲねえじゃん、ないじゃん。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。尾道のラーメンでどこが一番美味しいかと聞かれたら、おそらくここだと答えるところです。じゃあねー。